どうも、鬼メンタル国坊です。今日は完全なる雑談にてご容赦ください。私はサラリーマンでして、通勤時間こう電車で行き来してるんですけども、普段はですね、資格試験の受験期にやるときは勉強時間に当ててますが、いつもは小説とかビジネス書を読むのが大好きで、そういう時間に当ててるんです。で、昨日小説仲間というか、久しぶりですね、 LINE が来まして、それこそ半年1年ぶりぐらいにこういう小説が面白かったよっていう、シェアしていただきました。で、久しぶりのんびり小説読んでみたいなということで、今は宅建とかこういう行政書士の勉強時間に当ててて、もうかれこれ半年ぐらい小説読んでないので、一番したいことはこうのんびり小説読んでみたいなということです。はい。で、映画も好きだし音楽も好きだし、見たい映画もたくさん溜まってるし、聴きたい音楽もたくさんあるということで、皆さんもそうやって資格の試験にトライしようとされてる方、今必死に勉強に注力されてるかなと思うんですけども、そういってのんびりした楽しみも行く先にはあるということで、今は必死に我慢して勉強していらっしゃることかと思います。私もそうなんですけども、今はちょっと我慢の時で、勉強一緒に頑張ってまいりましょう。たまには息抜きが必要かとは思うんですけどね、というお話でした。で、あとは基本今行政書士の勉強はこの足別過去問集一問一答式のやつをベースにしてやってます。たまに肉付けでこういう40字の記述をやってみたり、やはり予想問題をやってみたり取り入れてるんですけども、基本は、これをベースにして回してます。で、忘れたらやるということで、今8週目なんですけども、ちょっと時間がないのもあって、この7週目からですね、後半というか最後100ページの会社法とか情報処理系は情報通信かとかはちょっとやらないでおこうということで、8週目からはですね、もう憲法と行政、民法に絞って、最後100ページやらないだけでも、何回かタッチできるかなということで、今はそういうふうに回していってます。今は8週目の憲法が終わりそうなとこなんですけども、勉強の時間の方もなくなってきましたと、やりたいこともたくさんあるし、時間も限られているといったところでですね、皆さんうまく隙間時間とか使って、たまには息抜きしつつ頑張ってやってみましょうという今日は雑談でした。また明日もよろしくお願いします。